先ほど天理トンネルのすぐ近くで警察が車を止めていました。あれは事故だったのでしょうか。天理ダム到着直前であんなものを見るなんて、国道25号線は治安が悪いのでしょうか。一人で天理トンネルを通るのも不安になりますね。事故があって警察も多いということで、友人は今回も車で待機をすることになりました。天理トンネルは国道25号線にあるトンネルで、天理ダムへ続くトンネルです。実は古川沿いの不便な旧道に代わって新しいトンネルが掘られ、国道25号線が天理ダムまで新設されてできたのが天理トンネルなんです。新道は片側一車線の広い道路で、天理ダム方面に向かう人は現在こちらの道を利用しているそうです。その道中にあるここ天理トンネルは心霊スポットとしても有名な場所で、一部の人からは天理ダムより天理トンネルの方が怖いとも言われているようです。天理トンネルのが怖いと言われている理由は、天理ダム周辺はヘアピンコーナーがあることから走り屋の集まる場所で、ダムでの入水自殺もたびたび起こるらしく、事故死者や自殺者の例が現れる有名な場所です。しかし時代の流れとともに、暴走族やローリング族の活動が下火になるにつれ、天理ダムに幽霊が出るという噂は次第に薄れていったと言われています。ローリング族って言葉を初めて聞いたので調べてみました。ローリング族とは、峠道などのカーブでバイクの車体を倒して膝をすりながら走る集団のことを指すようです。ローリング族にはルールがあり、一般車を煽らないなどの決まりがあるとのことです。彼らは走りを目的とした集団なので、暴走行為とは無関係であると主張するが、傍から見れば暴走行為そのものである走り屋とも呼ばれているようです。現在この近辺の心霊現象の噂は、天理市から天理ダムへと続く道にある天理トンネルへと移っているとも言われているようです。天理トンネルで人が亡くなるという痛ましい事故があったと言われています。その事故はワゴン車の横転事故であり、バイクの事故ではなかったそうです。天理トンネルではバイク関係の心霊現象の噂がある場所です。暴走族、ローリング族の影響でできた噂が浸透している可能性が高そうですね。私はこの後一コア体験をします。天理市の心霊スポットは幽霊ではなく人が怖い場所です。なんでブレーキ踏んでんの？怖っ。車が後ろからゆっくり
ゆり近づいてきて、私の横を徐行して通り過ぎていきました。この時下手にカメラを向けて絡まれても困ると思ったので、すごく視線は感じてはいたんですが、恐怖で横を振り向くことができませんでした。なんでこんなとこにあんの？天理トンネルの心霊現象。1、トンネル入り口に男性の霊が立っている。これは事故で亡くなった成仏しきれない霊と言われています。2、幽霊を見て振り返ってしまうと呪われる。幽霊を見て振り返ってしまうと、その後体調を崩し精神に異常をきたし取り憑かれると言われています。3、二人乗りのバイクの幽霊が出る。4、猛スピードのバイクに追いかけられる。これはただの走り屋じゃないの？と思うかもしれません。猛スピードのバイクに追い越され、そして消えたそうなんです。これは本当に消えたのか、ただ見失っただけなのか、真相はわかりません。4、子供の霊が宙に浮いている。5、ガードレールに血が滲んでいる。天理トンネル内にはガードレールがないので、これは天理トンネル周辺にあるガードレールのことではないでしょうか。ネットで紹介されている体験談、地元の大学の自転車サークルのものです。サークルで天理ダムまで登るのが恒例行事なので、その下見と思って何度か通っています。その日はレポート提出などの関係もあり、夜8時頃に家に帰る前に一度登っておくかと天理トンネルを通りダムに向かいました。行きは良かったのですが、帰りにトンネル入り口くらいに少年を見かけました。こんな時間に少年と思って振り返ったのがいけなかったのでしょう。急激な寒さとめまいに襲われクラッシュしてしまいました。結局トンネルから自転車を押して出て、トンネルを見かけたところと反対の場所でサークルの仲間を迎えを待ちましたが、その時サークル仲間からここが心霊スポットと聞かされました。大学生が金縛りにあった。大学生4人がバイクに乗ってツーリングで天理ダムにやってきた際に、天理トンネルを1人ずつ通るということをしました。この時最後に通った人が、トンネル内でバイクのエンジンがいきなり止まり、そこからさらに金縛りにあってしまい、その場所から動けなくなってしまったそうです。最終的には金縛りが解けて動けるようになり脱出できましたが、恐怖のあまり逃げるように天理ダムを去ったんだとか。他の3人は何も起きなかったのに、最後の人だけが心霊現象にあったのは、その場にいるから立ち去れという警告だったのかもしれません。天理トンネルは天理ダム同様に数多くの心霊現象、心霊体験談がネットにも掲載されていました。負けず劣らずすごい場所なのかもしれません。天理市の心霊スポットを巡り、国道25号線ツアーをしてきたのですが、天理市の心霊スポットは心霊というより物理的な怖さが勝ちました。一箇所目の天理トンネルでは、撮影前に警察から職質、撮影開始早々暴走の車に
惹かれかける。二箇所目の桃の滝では火の処理が終わってない放置されたドラム缶。撮影中もサイレンの音が何度か聞こえてくる。そして三箇所目のここ天理トンネルでは一番怖い体験をしました。それは天理トンネル内を一人で撮影しているとき、車が近くで徐行をしだしました。撮影しているから車の方を向いて何かイチャモンをつけられても困ると思い、通り過ぎるのを待ちました。連れ去られるんじゃないかと思い、本当に怖かったです。トンネルの撮影を終わり、車に戻ると、開口一番友人がやべえ車が来たと言っていました。それは何かと尋ねると、車が横に止まって中をじろじろと覗いてきたそうです。友人は気づいてはいたんですが、怖くてゲームをしていて気づかないふりをして、早く去ってくれと願って去るのを待っていたそうです。幸い車も傷つけられることなく、その止まっていた車は去っていったとのことでした。きっとその車は私の近くで徐行しだした車と同じ車だったんだろうと思いました。幽霊より人間の方が本当に怖いと思いました。心霊スポットは一人で行くものではないですね。その後パトカーとも何台すれ違ったことか。こんな短時間ですれ違ったことのない量のパトカーとすれ違いました。ここは街中ではないんです。山の中を走る国道25号線なんです。なのになぜこんな山奥にこんな量のパトカーとすれ違うのでしょうか。パトロールが強化されるような危険な場所なのでしょうか。知ってる人いましたらコメントにて教えてください。動画のご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。